皆さんこんばんは農政学科の青木涼子です本日はようこそ農現代音楽ボリューム8にお越しくださいましたちょっとお話しさせていただきます農というのは歌いと舞画で構成された歌舞劇です農というと皆さんのイメージの中には 能面をかけてこうゆっくり動いている人がいるっていうようなイメージが浮かぶと思うんですけれども実は歌いといいとう声楽が大きな位置を占めていますで私はこの「歌い」の素晴らしさを世界に広めたいと思いましてーと現代音楽の活動を始めました、まあ、どうして現代音楽かといいますと西洋音楽の文脈にはなかった音楽素材を 研究して作曲してきたという歴史があります。日本の邦楽器に関しても1950年代以降数多くの作品が生まれてきました。はい。西洋楽の声楽にはソプラノ、アルト、テノール、バスといった大きく言うと4種類のあの声種があります。え女性の声で言いますと歌いはアルトよりも低く ファルセットを使わず、こう地声で低く歌うなどの特徴があります。こういったあの異なる声域、さらに歌唱法というのが西洋音楽にも新たな広がりを与えていると思います。作曲家が歌いを作曲するにあたって一番難しい問題となるのが歌いと西洋音楽の楽譜の違いです。 でこちらが歌い本といいましてあの能の,の台本と楽譜がセットになったものです。ではちょっと歌ってみますので皆さん目で追ってみてください。たけにうまるるうぐういすの 先にまるるうぐういすのちくぶしもうでいそうがというふうになりますちょっと大きくしているところがあるんですけれどもそこを見ていただくとこう上って書いてありますけれどもこれはあなたの上の方の音域で歌いなさい とということですさらに横に「さらり」って書いてあるのですがこれは、えー「さらりめに歌いなさい」ということでこのように、あのー、歌い棒には音程や、えー、リズムの指定がありませんもちろんこれは師匠からの口伝で学んでいくものなんですけれども西洋音楽のように全てを楽譜に記載してそれをこう再現するというやり方とは違っています。えー、そういいった違いをこう分かりやすく 知らせるために作曲家のための歌いの手引きというウェブサイトを立ち上げました。で、これは日英両語で歌いのいろはについて、えー、まあ、書いておりまして、楽譜を見ながら音源を聞くこともできます。で、中身の方はと言いますと、えー、歌いにはま二種類の発声法がありまして、弱吟強吟といいます。この基本音階を ここ線譜で表すとこのようになります。先ほども言いましたが、あの歌いにはまあ音程の指定がないので、これは私が歌ったものを相対的に書いたものになります。で、えー、まあそのようなので、あの他の方が歌うとまた違う音程になりますし、私がもし明日歌うと違う音程になっているかもしれません。なのでこの音程関係を相対的に表したものになります。 え次にあの弱銀のあのメロディというのの動き方があります。それを表したものです。でこのウェブサイトで作曲家の方には歌いのことを一通り学んでいただいて曲を書いていただいています。はいこのシリーズですけれどもの現代音楽というのであの歌いのための新曲を移植してそれを世界初演するということです。で移植と言いますのは 作曲家に曲を依頼することですそしてその曲を初めて演奏するのが世界初演ですこの移植者さらに世界初演の場所や日にちというのは後世に残る貴重なものとなりますで今まで移植した作曲家な,なんですけれどもこのシリーズでは18カ国36名に移植してきましたで。 あのここで生まれたものはその場限りのものではありません10年間で移植した36曲中14曲を6カ国68回演奏していました一番演奏されましたのがイタリアのフェデリコ・ガルレッラの風の声で6カ国14回演奏していますそして、えー、2014年にはその移植をした曲を、えー 中心にですねデビューーアルバムをリリースいたたししましたで私の企画では割とあの小編成ですねデュオとかトリオといった小編成の曲なのですがそこからこう大きなプロジェクトに発展する例が出ています。先ほどのイタリアのフェデリコ・ガルレッダですが2018年にはフィレンツェのオーケストラのための曲を書いてくれまして。 え現地で世界初演をいたしました。えー、さらにえ2018年には浜野典子さんという作曲家があのこのプロジェクトの後に弦楽始重奏の曲を書いてくれまして、そちらもロイヤルコンサートヘボォー関係各団と共演いたしました。そしてあのこの企画で以外でもあの移植をした作曲家以外でも曲を書いてくれている例があります。 ハンガリーの著名な作曲家、指揮者であるペーテル・エトベシュのがシークレットキスという曲を書いてくれまして今までにスウェーデン、東京文化会館、ポルト、マドリードと各地のアンサンブルと共演していますさらにベルリンフィルハーモニー、ケルン・ダベストとアンサンブル・ムジーク・ファブリックと共演いたしましたそして2017年には細川と翔さのオペラ二人静か、海から来た少女 を、えー、パリの秋芸術祭でアンサブルアンテルコンテンポラントともに世界初演いたしました。えー、このような活動を、えー、通しまして、今までで19カ国53名の作曲家があの歌いの曲を書いてくれています、えー。歌いをかける作曲家というのが19カ国にも呼んでまして、私はこの10年間で15カ国で公演をしました。えー、このような あの作曲家も世界的に活躍していますし私も世界で演奏しておりますあの日本の歌いという日本独自の声楽が私の願った形で世界に広がり始めてきていると思います残念ながら今年は新型コロナウイルスのために数多くの公演が中止となってしまいました 私は3月に細川さんのオペラの新演出をニューヨークで本当にギリギリに演じることができましたその後、まあ、自宅自粛期間に入ってしまいますその間は新型コロナウイルス収束期間脳声学法の YouTube ライブ配信というのを行っていました。皆さんもご存知のように脳は神事として 神社仏閣にて奉納されてきたという歴史がありますこの祈りの芸能ともいえる歌いの曲を作曲家が暮らす国の人々に向けてリアルタイム遠隔地セッションにてお届けすするというもので,すで1回目は5月にイタリアのために次は7月にフランスのためにそして3回目はスペインのために。 と演奏いたしましたこれは自宅で自粛中でも何とかこう演奏方法を模索した企画です三回目のスペインの会ではマドリードのチェリストと一緒にリアルタイムで遠隔地で配信いたしましたラッキーなことに九月の頭にはロワイオモ音楽祭に招聘されましてフランスに渡航することができました 現地で歌いのための新曲をアンサンブルムジックファブリックと世界初演いたしました最後になりますけれども脳の創始者ゼアミの言葉に重せぬは花なりというのがありますこれは定住することなく常に新鮮であり続けなさいという意味です脳と現代音楽のという新しい組み合わせを作ることはこのゼアミが考える 脳の精神にものっとっていると私は思っていますそれでは世界初演となる3曲をどうぞお楽しみくださいありがとうございました